時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢、味自慢の時間がやってまいりました。ミュージシャンの丸石輝正さんです。ようこそお越しいただきました。お久しぶりです。ご無沙汰でした ね、 ですね。早速なんですがメールいただいてます。ちょっと読んでよろしいですかね、はい、和歌山県のですねベルちゃん、ベルちゃん、はい、ですね、丸石くんへ、2016年もわずか、あとわずか、丸石くんの生の歌声に触れる日を楽しみにしております。体調管理大変な 時期ですが頑張ってくださいね。頑張れーってなってますね。待ってるねー。はーい。でね、この印の、ね、リクエストが来てたんですが、先にかけさせていただいたんですが、はい、この曲が9月16日発売されたばっかりですね。そうですね、はい、ね、ベルちゃん支えてくださってるんですね。あ、もう本当に支えていただいて、ね、ファンの皆一人一人がね、はい、支えてくださってますよね、そうですね、今年もたくさん支えて聴いていただいて、まだ終わってないですけどね、9月の16日に3枚目の、シングルを、出しました。印と日暮らし、そうですね。で、まあ、簡単に言うとどういう、これは、まあ、今ちょっとねゆるミュージシャンキラキラ歌ってますけど、東京に来て僕2年なんですね。あ、もう2年になりました。はい、去年こちら5月6月ぐらいに出させていただいて、そうです、6月でしたね、はい、はい、で、まあ、種子島もそうだと思うんですけど、和歌山も、夜空が真っ暗で、星が綺麗に見えるんですよ、で東京来て星ってあんま見えないのかなって田舎者の考えで思ってたんですけど、最近はね、スモークとかもだいぶ取れて、そうですね、夜空が見えたりとか、月もね、綺麗に見えるのを知って、まあ、なかなか東京来てうまくいかないこととかももちろん ありますし、そういう時にこう夜空見上げて、あ、星見えたみたいな、あれはもしかして、ね、死んだじっちゃんかなとか思いながら、犬の話もありましたけど、死んだラッキーかなとか思いながら、なんかもうちょっとこう、ラッキーちゃんっていうんですか、ラッキーっていう犬を飼ってます。うちにね、今お守りっていうか、陶器で、はい、ワンちゃんいるんですよ、はい、ラッキーちゃん、ラッキーちゃんで、みんながね遊び来た時、ラッキーちゃんっていうか頭撫でますよ。あ、そうですか、御利益が、ご利益があるのかもしれない。なんかディレクター何言う、それ笑って、ふふふって笑ってちょっと面白くてそう、ラッキーちゃんっていうの、ね、共通点が誕生日も一緒やし、そうなんですよね。そ、まあ、見ながら、こうちょっと、もうちょっと頑張ってみようってこう星に勇気づけられたの、その時にこう書いた曲を、同じ伊手座だし、伊手座だし、もう性格よくわかるし、よくわかるし、ね、この季節になるとちょっとウキウキ、そうですよね、まあ、こう光を見ると勇気づけられるっていうね、色がとてもね綺麗ですよね、なんか真っ暗闇もね、まあ言っちゃいいんですけど、そんな中でこうやってイルミネーションとか星とか光ってると、なんかこうポッと心が、ね、あったかくなったりとか、もうちょっと頑張ってみようと思えたりとかする気持ちを、歌にしてみました。なるほどね、はいはい、でね、次に聴いていただく曲がですね、初めてのラブソングっていう曲なんですが、はい、なんかこうタイトルからいくとなんかこうキュンとくるんだけど、そうですね、タイトル言うのもちょっと僕こっぱずかしいんですけど、こっぱずかしいの、はい、ラブソングっていうのはいろいろ書いてきたんですけど、失恋の曲とか多いんですね、やっぱり。でも今回のちょっと、今回というか前回のアルバムに入ってるんですけど、前向きな、ラブソングで初めての、これは福岡の金庫公園っていう、博多にある有名な公園で、ちょうどこの季節です、11月の終わり頃に、ツアーで行った時、イルミネーションが輝いてて、カップルがいっぱいいて、僕はうちの社長と2人で、おっさん2人で歩いて、その中こうカップル見ながら、ええなとか思いながら、ふっとこう湧いてきたメロディーを持ち帰って歌にしたんです、ちょうどこの時期の曲です、ね、はい、じゃ曲紹介、お願いしていいですか。それでは聴いてください。丸石輝正で初めてのラブソング。丸石輝正さんで初めてのラブソング聴いていただきました。先ほどね、社長と2人で、こう
イルミネーションを見て周りにはカップルがいてちょっと寂しいのかなと思いきやなんか楽しんだという。その行った時は、はい、あの種子島はそうみたいですけど、あごだしのおでんを食べたりとかしながら、はいはい、お吸い物を作ったり、お正月のものって色をつけないんですね島は。あ、そうですか。うん、あの色をつけないというかこのだし醤油で煮るというか、あっさり、いや関西から向こうってほら濃い醤油って使わないでしょ。あの、うん、黒い煮物って作らないよね。そうですね。マリちゃんとかもそうじゃん。ディレクターとかもそうですよね。ほら、うん、こっちに来るとおうどんなんかも真っ黒いスープ で、 あーそうです、ね、もう濃くって最初飲めなかったの。あ、私もね最初びっくりしちゃったの。濃いっていうか、まあ白だしでも、まあ、濃いには濃いんだけどね、うん、色がついてるのにびっくりしたね。向こうはついてないんですね、うん、ついてないですね。おせち料理もだから煮物するにも色がつかない。種子島はどういうものが入るんですか、うん、おせちは。おせちはここと全くあの同じですね。まあ、日本列島ってものすごくほら北海道から沖縄まで長いじゃないですか、うん、で、まあ、それぞれね全部お味も違うし、はい、ね、その地方地方によってね、うん、お味も全部その地方に行って食べるから美味しいのかなって。そうですね、そんな気がしますけどね、うん。まあ今後ねまだいろんな活躍をなさると思うんですが、何か、はい、近々やることってないですか。そうですね、うん、この CD が出てから1ヶ月ぐらいは、はい、それこそ日本列島縦断じゃないですけど、はい、北海道釧路から札幌回って、はい、東京、はい、長野、うん、大阪、はい、そして和歌山とツアーを回ってまして、はいはい、ちょっと終わって、はい、今ちょっと人だらけして、はい、またここから、ねはい、年末に向けて、はい、この CD とともに突っ走っていくんですけど、もちろんそれもやりながら、はい、もう次の作品への、意気込みはありまして、次は来年頑張って、ミニアルバムを新たに出せたらなと思って、まだまだこれからなんですけど、いいですね、はい、皆さんがね種子島の人たちはね本当にまるちゃんのことが大好きのようで、もう本当に島あげてね応援をしているという話を聞いてます、はい、今ね島の人たち聞いてます。メッセージをお願いしていいですか、はい、聞いてますか皆さん、種子島はもう寒いんですかね。寒くない。まだ寒くない、まだ20度以上あるんでね、東京ちょっと寒いです、もう少ししたら、ね、寒くなると思うんで、お体気をつけて、今年も行かせてもらいましたけど、また新しい作品持って、種子島もちろん日本全国行きたいと思いますんで、待っててください。元気で。はい、ありがとうございます。はい、みんなね、はいよーって言ってたかもしれない。はいよ来いよーって言って、ちょっと暖かくなります、まっちゃんろーって言って。そうなんですよね。本当にねお忙しいと思いますが、お体本当にお大事になさって、はい、ね、喉もちゃんとねケアしないと大変なことですよね。もうアーチストさんはね、そうですね、だいぶ乾燥してきていますので、ね、そうですよね。ぜひですね、これからもマルシテリマサどうぞよろしくお願いいたします。またぜひですね、はい、スタジオ来ていただいて、はい、いろんなお話ししましょう。はい、ぜひ。それで種子島の人たちもね、本当にマルシ君がこう出てくださることに、本当に喜びを感じてると思います。はい、今後ともね頑張ってください。ありがとうございます。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。